afternoon, everyone. Did you enjoy the truck drive? Okay? My name is Hideki Matsumoto, and I am the chief engineer for the Civic series. I know we have kept you waiting a long time for the Civic Type R in North America. Today, I'm very happy to be able to introduce to you this Civic Type R. Now, I will explain in Japanese. 私たちは40年余り前、初代のシビックを開発しました。その背景には、人々の生活を豊かにしたい、私たちの夢を実現したいという強い思いがありました。これはホンダのフィロソフィーである3つの喜びに由来するものです。お客様が私たちの車を買う喜び、販売店の皆様が車を売る喜び、そして私たちホンダの技術者がその期待を超える車を作る喜びです。シビックはその誕生からチャレンジングな変革に挑み、新しい価値を創造し続けてきました。開発をスタートした当時、世界の自動車市場は大きな変革を迎えていました。コンパクトクラスに新しい価値と魅力が求められる中、開発チームは世界一のコンパクト化を目指し、多くの困難に取り組みました。本日紹介するタイプ R はシビックシリーズの中でも特別なモデルとして開発をしました。大好評をいただいているセダンやハッチバックの素性の良い新型プラットフォームに強力なエンジンを搭載したフラッグシップモデルです。その象徴としてタイプ R だけに与えられる赤バッジの意味を紹介します。これは私たちが F1 をはじめとする数々のレースに出場して得られた技術と経験、そして熱きレーシング魂を継ぎ込み、圧倒的なドライビングプレジャーを獲得した車だけに与えてきた称号です。初代のシビックタイプ R は1997年に誕生しました。量産車のポテンシャルを極限まで引き上げ、サーキットで圧倒的なパフォーマンスを誇るモデルとし進化を続けてきました。そして今回、新型シビックタイプ R はこれまでにない飛躍的な進化を遂げました。コンセプトは究極のスポーツです。究極の操る喜びを体現できるモデルを目指しました。タイプ R として限界性能を徹底的に突き詰め、サーキットパフォーマンスを大幅に進化させました。車として基本となる安心感と信頼性を磨き上げ、一般公道でのグランドツアーラー性能も飛躍的に向上させました。次にデザインの紹介をします。スタイリングのコンセプトはタイプ R に求められる高いダイナミック性能の具現化と歴代タイプ R のアイデンティティの継承です。エクステリアデザインです。究極のパフォーマンスを実現するため、空力性能と運動性能を徹底的に追求しスタイリングをしました。風洞テストから導き出された空力デザインと、走りから来る台形ワイドタイヤが迫力のあるロー&ワイドを作り上げています。インテリアデザインはドライバーがあらゆるシーンで操る喜びを感じられるコックピットを目指しました。タイプ R の象徴である赤色を大胆に配色した空間にカーボン調のマテリアルなど加え、質感を高めています。ドライバーが直接操作するステアリングホイール、シフトノブ、ペダルは車との一体感を感じられる形状やポジションにこだわりました。
センターコンソールのシリアルナンバー入りのエンブレムについて所有する喜びを高めます。この後ロブさんに商品の説明をしていただきます。 Thank you very much.